宇宙市立図書館は、熊本県宇宙市にある図書館である。宇宙市立中央図書館と三角文館、小川文館、豊野文館の4館からなる。2005年1月15日に、三住町、白沼市町、松橋町、小川町、豊野町が合併して、宇宙市となるにあたって、各町の図書館がそれぞれ、宇宙市立三角図書館、白沼市図書館、松橋図書館、小川図書館、 豊の図書館となった。当初は松橋図書館を中央図書館としていたが、その後は知らぬ人図書館を中央図書館とした。2010年4月から移動図書館の巡回を開始した。2015年7月に松橋図書館を閉館し、中央図書館へと統合した。2016年3月20日に豊の図書館を移転し、中央図書館豊の文館とした。 同年4月の熊本地震により、中央図書館が被災し、天井を覆う鉄製の装飾が落ち、壁が崩れ、書家の一部が傾き、窓ガラスも割れる被害を受けて、休館となり、2017年7月7日に開館した。2018年4月、三角図書館、小川図書館をそれぞれ、中央図書館三角分館、中央図書館、小川分館とした。浮市は、 浮市立図書館及び浮市知らぬ日美術館の指定管理者を2020年10月16日から募集し、同年11月26日にカルチュア・コンビニエンス・クラブを選定したと公開した後、12月10日に議会で可決された。2022年4月1日から開始と予定されている。貸し出しの利用者申請登録は浮市在住、通勤、通学者のみが可能である。 1999年7月19日に、知らぬ日町立図書館として開館し、2005年1月15日の合併により、浮市立知らぬ日図書館となり、さらに浮市立中央図書館となった。知らぬ日文化プラザに、浮市知らぬ日美術館と併設されている。知らぬ日文化プラザは2001年、第17回図書館協会建築賞を受賞した。 1995年5月8日に旧法務局を改築して、三住町立図書館として開館し、2005年1月15日の合併により、浮市立三角図書館となった。2008年11月より隣に新たな建物を新築して、2009年3月21日に移転開館し、2018年4月に中央図書館三角文館となった。 1999年4月1日、小川町総合文化センターラポート内に小川町立図書館として開館し、2005年1月15日の合併により浮市立小川図書館となり、2018年4月に中央図書館小川文館となった。合併前の豊野町には豊野町図書室があったが、2005年1月13日に図書館を開館。 同月15日の合併により、浮市立豊野図書館となった。2016年3月20日に、豊野市所内に移転して、中央図書館豊の文館となった。2010年3月17日に移動図書館社、浮浮き号の運行式を挙行、4月から巡回を開始した。ありがとうございます。